ちです。セブブです。動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、サムネとタイトルにもある通りですね、今回は、可愛すぎるゲストをお呼びしております。ヒヨン、オニです。イェーイ。こんにちは。ヒヨンです。イェイ。こんなんでいいんですか？なんかどうやって出てくればいいか分かんなかったんですけど。あ、面白い。ヒヨンカムに来てもらいました。こんにちは。ヒヨンです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。嬉しい。ヒヨンちゃんとはね、先ほど実はね、とある企画を撮影して、ヒヨンちゃんのチャンネルの方でアップされると思うのでね、超楽しかったよね。ね、めちゃめちゃ語りましたね。そう。ということでですね、今回の企画はですね、はい、GU の新作で、ガチコーデ対決やっていきたいと思います。今回私とヒヨンちゃんで GU の新作で、2つコーデを組んできました。とあるテーマに沿ってコーデをね、お家で組んできたんですけど、どっちが可愛かったか、どっちがテーマにちゃんと沿っているかっていうのをちょっとマネージャーさんにね、はい、ジャッジしていただいて、GU の新作をヒヨンちゃんと一緒にコーデで紹介しつつ、まあ、バトルをしていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。アッパー、ケンちゃんな、困った韓国語で喋る、ちょっと喋れるんですよね。勉強中なんですよ。素晴らしい。ヒヨンちゃんはちなみにですね、日本在住韓国人。はい、そうです。で、美容系の YouTuber をやっております。はい、ヒヨンチャンネル、ぜひ皆さん見てみてください。概要欄からぜひ見てください。はい、ということで、それでは小林さんに始めますか。それでは、スタート。ということで、持ってきました。タラーン。今回はまあヒヨンちゃんがね、韓国人ということで、韓国コーデっていうのにまず縛りました。はい、そうですね。で、韓国コーデの中でもちょっとね、シーン別にしたんですけれども、うん、まず一つ目はですね、韓国っぽ彼とデートコーデでございます。こっちのテーマの方が悩めました、うん、あ、そうなんだ。うん、韓国っぽいのが結構カジュアルなイメージというか、うん、カジュアルをどういう風にデートっぽくしようかなっていうのを結構考えたかなって。なるほどね。私は正直マジで分かりませんでした完全に空想の韓国ドラマで見てるだけだから、うん、正直勝てる気はしないんですけど。いや、でも言うて私も不安ですけど。いや、でも勝つ気でいこう。バトルだから。そうだね。うちらお互い勝ちます。勝ちます。はい、じゃあまずは先行ヒヨンちゃんから、はい、着替えていきたいと思います。せーの、シュッ。シャー、めっちゃ可愛いね。本当にめちゃめちゃ可愛い。でも韓国っぽさをどこに入れようみたいな。むずいよね。そう、韓国っぽいかはあれだけど。そう、韓国っぽいか、うん、でもコーデが可愛い。本当にとりあえずめちゃめちゃ可愛い。嬉しいです。ちょっとありがとうございます。全身コーデを皆様に見ていただきたいと思います。じゃあヒヨンちゃん、こちらの韓国っぽいタレントのデートコーデのコーデ解説をお願いします。まず GU アイテムはどれですか？はい、GU アイテムはこの上に着たカーディガンとスラックスです。うん、スラックスのカラーめっちゃ可愛いね。そうなの。カラーものってやっぱ取り入れるのが難しいというか、抵抗があると思うんですけど、この色がちょっとくすんでんのかな、パキッとしてない感じ。だからすごく履きやすいし、この上のカーディガンがロングなので、ちょっと隠してくれてるというか。そうね、トンボとかね。そうそう、色の派手さとかもちょっと抑えてくれるから、ロングのやつを着てみて、ヒヨンが結構足を出すのが苦手なので、パンツとかロングスカートの方がいいんですけど、オレンジのスラックスだとちょっと強めな感じもなくなるし、で、このカーディガンの中のシースルーのやつで、アクセとかデザインとかで、女の子らしさをちょっと出してみました。デートなので。めっちゃ可愛い。てかさ、白似合うね。明るい色をめちゃめちゃ着ます。あ、やっぱそうなんだ。なんか暗い色が似合わないって言われるし、一応パーソナルカラーがイエベハルだから、そっち系に持っていくように一応してます。そっちの方が顔が映えるというか、うん、しっくりくる感がやっぱりある。へえ、可愛いです。嬉しいです。だがしかし、負けるわけにはいけません。お、続いては私のコーデに行きたいと思います。せーの、はぁ、ひゃー、着替えてきました。おかえりなさい。こんな感じでございます。見つけられなかった私。めっちゃ可愛いよね、うん、見た瞬間にこのボリューム感とカラーの感じがね、韓国っぽいなと思って、韓国っぽいね、セレクトしたんですけど、うん、かわいい。ちょっと私のね、全身写真とともにコーデ解説をしていきたいと思います。はい、今回のコーデはですね、うん、私の韓国人のコーデのイメージは、うん、襟元とかお袖とかにボリューム感のあるブラウスにスカートインして、そうすることによって逆三角形でウエストがもっと細く見えて、でスカートはちょっとタイトめなね、元も使用してこう綺麗なシルエット、そうそう、なんかみたいな感じのを作るイメージがあったので、そのシルエットを結構韓国っぽくしてみました。で、今回私がメインで使用したのがこの GU のブラウスなんですけれども、このねイエローがね結構くすみイエローなので、カラーが苦手な方とかでも結構挑戦しやすいかなと思うし、あとはね胸元のこのねフリルがそんなに派手すぎ
ないので、うん、フリルとかボリューム系のブラウス着るとちょっとこう肩周りの肩幅がちょっと気になっちゃったりっていうことか、うんうん、逆に胸元のねボリューム感が気になったりとかいう方もいらっしゃると思うんですが、これはねボリューム感がありすぎないので、うん、すごく誰でも着やすいかなと思います。すごく綺麗ですね。綺麗だよね、うん、見え方が。あとねこの首元の開け具合もちょうどよくて、ちょうどいい鎖骨のねこのデコルテのラインが綺麗に見えるラインなので、うん、顔周りもすっきり見えるし、タイトのデートということで、まあ、ちょっとボディーラインが見えた方が可愛いかなと思うので、うん、ちょっとタイトめなスカートを履いて、うん、ちょっとだけボディーラインをね見せてモテを意識しました。素晴らしい。めちゃめちゃ韓国っぽくないですか。本当に私がさ韓国っぽさはなくない？趣旨からずれてるって。でもヒヨンにはこの次のコーデが本命らしい。実際ね、どっちかって言ったら次の方が自信はね、韓国っぽさに対して私は次のコーデの方が自信がない。本当にけど、でもうちらは対決だから。そうだよね、自信持っていこう。はい、頑張ります。次第2のテーマは、はい、お友達と遊ぶ時の韓国っぽコーデでございます。はい、彼とのデートだったので。そうなんですよ。でも今回ちょっと友達っていうことでまたテーマが変わっていくんですけど、先行はまたヒヨン氏にお願いしたいと思います。せーの、せーの、あっしゅっ、じゃーん、着替えてきました。イエーイ。めっちゃ可愛いし韓国っぽい。こっちの方がちょっと韓国っていうテーマには合ってるかなって思って、うんうん、さっきはさっきでヒヨンちゃんのこの女の子らしさとかがめっちゃ、うん、いい感が出てたけど、さっきのもう完全にヒヨンコーデ、うん、でもこれは確かにめっちゃ韓国っぽい。被るんだね、意外とね。意外とおしゃれな感じの被り方普段はあんまりしないですけど。あ、そうなの。でもなんかこれ入れた方が韓国っぽいかなと思って今日は持ってきました。韓国の方結構キャップ被るよね。うん、確かに帽子とか結構被るかもしれない。そうだもんね。ピヨンちゃんの全身コーデを出して、はい、コーデ解説してもらおうと思います。はい、こちらです。友達と韓国のカフェ、うん、まあ、遊んだりするということで、女の子らしいよりもかっこいい系、うんうん、なるほどね、にしてみました。 GU のアイテムはどれなの？ GU はこのジャケットとこのハーフパンツ、なんだけど、このジャケットはメンズのやつなんですよ。そうなんだ。メンズの S を持ってきたんですけど、かわいい。普通にこの袖を伸ばしてしまうと大きい感じが分かっちゃうから、うんうん、袖をまくってからちょっとカバーする感じが結構ポイントだし、うんうん、韓国っぽいってことでジャケットにハーフパンツにスニーカーっていうちょっとなんか崩してる感じとかが韓国っぽいかなって思ってこんな感じのコーデにしたんですよ。かわいい。ショーパンもさ GU なんだね。 GU なんです。色がめちゃめちゃたくさんあって。あ、そうなの。そう、レディース、レディースあった。これは知らんの。多分新商品だと思うんだけど、スラックスって結構韓国っぽいなっていうところがあって、でしかも長いのはたくさん履いてるイメージがあるけど、うん、これからやっぱり暖かくなってきてハーフパンツとかも今流行ってるから、うん、流行りも入れつつ普通の韓国コーデにしてみました。似合ってるよ。本当ね、さっきさ暗い色があんまり似合わないって言ってたけど、めちゃめちゃ似合ってる。嬉しい。可愛い。ジャケットもさチェックうんうん、こういう柄だからなんかあまりにも暗いってはならないし、トップスも白にしてるからなんかそんなに重さは出ないかなって。確かになんか暗すぎずね、春っぽいけどカジュアルでちょっと可愛さもありつつって感じのね、趣旨に合ってるコーディネートをみんなにお披露目できて嬉しい。皆様ぜひね韓国コーデ参考にさなるから参考にしてほしいよな。ぜひお願いします。ということで、はい、お次は私のコーデに行きたいと思います。はい、せーの、シュッシュッ、できました。かわいい。全然違う。見て、やばいよね。なんか男と女みたいな。全然違うんだけど。友達と海に行くというのをイメージしました。なんか韓国の女の子とかってチェジュ島とかにさ行ってるね。行ってさすっごい可愛い写真撮ってるじゃん、はい、そういう韓国の女の子をイメージして今回コーデを組んでみました。はい、かわいい。今回はねワンピースが GU です。これあった？あった。3色展開ぐらいだ。本当にめちゃめちゃ可愛い、うん、あったよ。ということでじゃあ私の全身コーデを見せしつつコーデの解説をしていきたいと思います。まずは、ワンピースがこちらの GU の新作でございます。このワンピースね後ろにリボンがついていて絞りがついているので、お洋服単体見るとね結構ウエストがキュッと締まってないんですけど、紐でキュッと絞ると胸下からお腹ぐらいまでがキュッと絞られるので、すごくスタイルが綺麗に見えるワンピース。かわいい、めっちゃ綺麗に見えるね。これあとねお袖のね長さも結構あるので二の腕も気にならないし、白ベースにブルーとかのこの細かいお花の感じが韓国っぽいなって勝手に思った。小花柄なんか韓国の通販サイトでよく
見るし、見るよね、もうこういうのばっかりじゃない、ね、出てくるよね、うん、感触系ですごく可愛い。あとはね、こういうなんか麦わら帽も一緒に被ってるイメージが被ってますね。そう、そのイメージだったので、うん、今回はこのコーデにしてみました。どうかい、めちゃめちゃ可愛いし似合ってる。韓国通販のさ、この時期になるとみんなこういう格好してません？してる、可愛い。ということで、お互いのコーデが2コーデずつ終わったということで、マネージャーさんがね、ちょっと目の前にいてくださってるんですけど、どっちのコーデが韓国っぽマスターか、というのを大丈夫かな、やってもらおう。はい、お願いします。判定お願いします。お願いします。うちらどっちも可愛いってことですか？1着目、ももちちゃん、2着目、ひより。なるほどね。ももちちゃんはほんとテーマに沿ったお洋服というか、なるほどなっていう解説もすごい分かりやすかったし、本当に、うん、すごい。私は単純にマジで可愛かった、うん、嬉しい。本当に可愛いから。でもなんかさ、テーマに沿ってない。双子で目はマジでひよちゃんと韓国っぽい。私ジャケットにハーフパンツにキャップなんて思い浮かばなかったから。本当にひよちゃんはオリジナルでちゃんと本当に韓国っぽいって要素を含めつつ、とにかくめちゃめちゃ死ぬほど可愛かった。嬉しいよ。でもうちら引き分けってこと？そうだね、うちら引き分けて、はい、引き分けです。まあ、今回4コーデ私たち組んでみたんですけれども、うん、私このコーデが好きとかがもしあったらぜひコメント欄で教えていただけるとすごく嬉しいです。みんな参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。ということで、ひよんちゃんのチャンネルは概要欄に URL 貼っておくので、可愛すぎるひよんオンリーが楽しめるチャンネルになってます。美容もメイクもスキンケアもファッションも全て楽しめるチャンネルになっているので、皆様ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。ということで、今日見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画で、せーの、お会いしまっぴょん。バイバーイ。ビビビーちゃんちゃん、おわきまわちです。できてないよ、ね、早いよ早いよ。トロトロしちゃうのよ私大丈夫見てくれてありがとうございました。めっちゃ楽しかったのよ。本当にやばかったよね。え、嬉しかった。すごくない？私こんなさ仲良くなるなんて思ってなかった。そうなのよ、私もそうなの。初対面でこんなに話すかっていう話で、うんうんうん、なんかひよんちゃんもね、初対面の方とちょっとこうどうすればいいんだろうっていうね、戸惑いが出ちゃうんですけど、初対面からガチって仲良くなることってあんまないよね。ない、誰とでもないじゃん。全然ない。私はだよね、一切ほぼないよね。そう、なのに会いまして、ね、びっくりして、本当に。やばいよね。嬉しいよ。よろしく、だから。よろしくね。え、マジで嬉しい。これからよろしく。今度ね、ヒヨンオンニーのお家に遊びに行きやすい。かわいい、ヒヨンオンニーだって。ヒヨンオンニーだって。かわいいよ。うん。ヒヨンオンニー。後輩っていうか、年下のお友達、うん、あんまりいないから、オンニーって言われるのが。え、年上が多いってこと？年上の方が多い。そうなんだ。そう、だから、オンニーって言われるのが新鮮すぎてやばい。うん、嬉しいですよ。ちょっと呼んで。ヒヨンオンニー。ちょ、わかんない。なんでさ、オンニーだけさ、オンニー。韓国っぽくどう？オンニ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 ヒヨンオンニヒヨンオンニヒヨンオンニ、なんか変えてない？大丈夫？ありがとうございました。ありがとうございます。マジで楽しかったね。ね、またなんか違うやりたい、ね、やりたいね。またやりたいから、皆さんももしね、私とヒヨン氏にヒヨンオンニにリクエストがあったら動画のコメントで教えてくれたら嬉しい。嬉しいなということで、今日も見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画で会おうね。バイ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 。今でかくなった画面が、ヒヨンオンニのファンに、ありがとう、ありがとう。